かかってしまったんで。ちょっとかかってねえだろ今は。かかったよ。僕3つ入りましたよね。しっかり釣り感も入りましたよね。ちょっとせっかくなんでちょっとお時間いただいてもよろしいでしょうか。昨日はですね、7月7日、東京後楽園ホールで行われた大会で、僕の長年タッグを組んできたクネスが26年の現役生活にフィールドで引退しました。そんなクネスから自分は今のナチュラルガイドスリーダー KG のみこしを担いでる進むじゃなく、一人のシングルプレイヤーとしてトップに挑む進むの姿が見たいと強烈な激励を受けました。それから一夜明けて、何ですかこのタイミングは。僕は誰に勝ちました？僕が勝ったのは勝ってみんだ、勝ってみんだ、ゲイロリングレッジチャンピオン、かい、お前だな。あれ、ここ名古屋でしたよね。来月5月5日、愛知県大会ありますよね。この俺が、おい、かい、そのドリームデートのベントに挑戦させてもらうぞ。おい、おい、さあ、はい、パートナーで大役、はい、お疲れさんでした。疲れただろ、はい、正直疲れたけど。そうだよな、そんなこと言ってらんないんだよ。クネスは引退するけど、なんかクネスかは永遠だって。永遠だよ。くそ。しかもなんか聞くところによると、なんかおじいちゃんなんて死んでも一緒の墓場に入ろうなんて、なんか気持ち悪いこと言ってたんじゃねえよ。ダメ、気持ち悪いなど、どう考えてもな。そんな友情ある？いや気持ち悪い。いやそれとよ、何俺のベルトに挑戦したい？何？引退したクネスに激励されたからって挑戦したい？したいね。そんなにこのドリームの敷居は低くねえぞ。しかもなんか日付と場所までずうずうしくもなんか指定してきて、何？5月5日愛知県体育館で俺のベルトに挑戦したいって。なんで？どうですか、皆さん。いや、いいよ。5月5日の愛知県体育館といえば、デッドアライブだな。わかるか？デッドアライブ。生きるか死ぬかだぞ。お前、俺に、このベルト挑戦して、お前負けたら死んじまうぞ。もう死んで、お前予定より早くクネスと墓に入っちまうけど、それでもいいのか？いいよ。おい、いやー俺は嫌だよ。かわいそうだもん。お前らも嫌だろ。まあでも入るつもりはないからな。
いや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 、俺はちょっと受けらんないな、かわいそうすぎるもん。いや受けない、だってデッドアライブよ、デッドアライブ、生きるか死ぬかで、デッドアライブ、デッドアライブ、はぁ、あ、いいこと思いついちゃった。あーいいよいいよいいよ、進む、お前の挑戦受けてやるよ。いいじゃないか、おい言ったか、受けてやるよ。お客さん来ましたよね。でも一つだけ条件があるよ、条件、デッドアライブだよな、生きるか死ぬかだよな。俺はこのベルトを失うリスクがある、お前もなんかリスクかけろよ、かけれるか、やるよ。おお言ったな、何でもいいよ、お何でもいいって言った、よし俺がそのリスク考えてやるよ。よし5月5日愛知県体育館、デッドアライブ、生きるか死ぬかドリーム決戦決定だ。あ、どうしました、ジム、ドリームゲートの話が出たから入ってきたんだ。お前やるんだな。はい、やります。鈴木さん、はい、カイが言うリスク、こいつは何を言い出すか分かんない。いやいやいや、僕たち今その神奈川県出身で横浜と横須賀なんで、どっちがやっぱ強いのかっていうのをちょっと神奈川の代表として、ここ愛知県、愛知県なんですけど、そこで決定しようっていう話をちょっとしたところなんですよ。こいつ何を言ってるんですか。いや俺そこでずっと聞いたけど、お前そんなこと言ってなかったぞ。いやいや、だって新横浜の隣の駅は名古屋じゃないですか。だからなんだよ。いや、お隣だっていうことで、だからそこでやろうっていうことなんで。はいはい、じゃねえよ。はい、そうですよね、そうだよな。誰はそんな無理して拍手しなくていいですから。そんなな、お前が何を言い出すか分かんない、そのリスク、それをかけてドリーム決戦決めるわけにはいかない。いやいやいや、もう決まった。今すずさん、ダメだ、リスクをかけたいっていうふうにすずが言ってくれたの。言ってないだろ。いや、俺はベルトをかけるってリスクをかけたいって言ってくれたの。言いました。言ってないですよね、すずさん。言ってはいないけど、やる覚悟がありますよ。です。ちょっと待て、俺もそして今日ここに来てる皆さんも気になるところだ。お前が掲げるリスク、はい、今発表しろ。そうでしょ皆さん、期待、期待、よし発表しろ。とんでもないこと言うんじゃねえぞ。5月5日愛知県体育館、デッドアライブ、進む、お前が背負うそのリスクはここで言うわけねえだろ。おい、まあ、今こんなとこで言うわけねえだろ。スザコと一緒だよな。いや、いくよ。スープさん、はい、まあ、昨日クレスから劇を送ったのも知ってます。だけどあいつのリスクが分かんない限りは俺はドリームゲートを決めるわけにはいきません。まあ確かにサイド GM の気持ちは嬉しいんですけど、まあ、俺はもう挑戦を表明した以上はクネスとの約束を果たしたり勝つことしか考えてないんで、たとえどんなリスクが来ようと俺はその条件を飲んで、その上で3回目の夢の扉を
開きたいと思います。やりますよ、やらせてくださいよ。どんなリスクがあっても受けるんですか。受けますよ。津屋渋谷さん、5月5日愛知県ドリームゲート戦、横須賀進む隊会見たいですか。だったらクネスの気持ちとクネスカの絆で名古屋の皆さんにもう一回頂点に立った横須賀進む必ず見せてくださいよ。ありがとうございます。5月5日ドリームゲート決定させてもらいます。すいません、ちょっと時間をくださいって言ってちょっとずいぶん長くなっちゃいましたけども、まあでも今日この会場でお客さんが僕の背中を押してくれたことを僕は忘れない。そしてここよりも大きい愛知県体育館で必ず会を倒しますので期待してください。クネスとまだ墓場に入るわけにはいかないんで、絶対やりますので、どうか愛知県体育館は応援よろしくお願いします。